今日は曇りです。あと20分ほどでキックオフっていうところで、来場者予測は3000人を切っちゃってるみたいですが、まあ雨は降らんでしょうな。今治戦の前哨となる讃岐戦、順位は低いけど絶対侮れない。では早速入場したいと思います。はい、フィールド内練習がそろそろ終わろうかってところでこんな感じです。はい、風は緩く南方面、寂しいな。キックオフ10分ほど前ですけど、スタブル今並んでます。牛筋いつものように食べたいんだけど、ちょっと時間かかるかな。もつ煮込みを待ってる間に選手紹介が終わってしまいました。まもなく選手入場が始まりそうです。カターレが風上側でサヌキボールでキックオフ。ヨシキが戻ってきてよかった。いませんもん、大丈夫だよな。第1から4時クロス決めろ。惜しいか。コーナースーキック、いません。2連発か。おお、2番目、いませんか。おお、いける、打て。そう、いません、いません。なぜか大地が左にいる。おい、いません、いけ、いません。あれ、そっちか、決めろ。あー、惜しい惜しい。あ、言いません。おいおいおい、言いません、怪我させたらダメだろう。ここから、大阪からマッチに、マッチに、マッチに、マッチに打ち上げてしまったが、キーパーに当たってたが、またあのキーパーかよ。ナイスセーブ、2連発だ。ハーフタイムのスタグル結構並んでいますね。キック、よし、キック、いやー、いません。休みつ、休みつ、休みつ、おい、あら、あら、決めた。
爆買いだったかよ。よしき大阪河合さん、河合さんマッチ、マッチがサイドをえぐってよしき、また打ち上げたかよしき。おい、ごっつぁんゴールだろ今のは。長いボールがオッサー待ってナルちゃんかな、おい、はい、ゴール、なんか知らないけど入った。押し込んだって感じだね。いやーナイス。松本頑張っ、そうな、おー安光が煽ってます。蹴るのはよし、キック、ほい、おー、まだあるまだあるまだある、おい、まだあるまだある。さあ、おたぎりさんが早くしろと言っている。よしき、スローインからよし、キック、掘り込め掘り込め、関関、あとまだ1分ほどあるぞ、おい、調整、ああ、しぶといな、ああ、安3つ欲しい、もう追加時間ほぼ終わってるよ、プレー切れたら終わるぞ、放り込んでヘッドだ、今さ決めろ、いません、おい、決めろ、終了。まあ勝ち点差は3だからね、得失点差上が上だからね、よし、円陣を組んでしばらく話し合っていましたが、まあ、次に向けての決意を語っていたんでしょう。はい、釜玉ゴール裏に向かって礼をします。礼、まあ、勝ちきれなかったというか、負けなくてよかったっていう非常に微妙な試合でしたけど、まあ、ゴール裏は次に向けて気合を高めています。次勝てばね、
2位になれるか。